ということで、今回のライブは、15周年記念のライブということなんで、それを記念して今まで、出したオリジナルアルバム10枚の中から1枚だけフォーカスして、なんか思い出でも語ってみたいななんて思うんですが、こちらに我々が出した過去のアルバムが、うん、全アルバムが揃っております、ね、たくさん出してきましたな、ねえ、うん、これ再結成ね、トゥーソング8ファースト、うん、10、うん、ニューワールドセカンド、ニーデルワラブ、プリンちゃんも映ってね、プリンが映ってますね、ゲイツオブヘブン、ディープフォレスト、ね、タイムマシン、まあちょっと時間もないんで、この中に入れてシャッフルして、1枚だけ選んでなんか思い出話かなんか話してえなって感じです、うん、はい、では、はい、私が弾くの、お願いします。あ、じゃあ俺持ってるし、はい、お願いします。はい、見えるよ中、じゃあ見ちゃダメ、ダメです見ちゃダメです見ちゃダメだよ、見ちゃダメですって見てます、ね、今シャッフルしてください。はい、わかりました。はいはい、はい、じゃんじゃん、ディープフォレスト、いいアルバムを弾きました。なるほど、弾きましたね。なるほどね、ディープフォレストね。これは4枚目違います、3枚目です。まあブーですあの3枚目ですね3枚目です、僕たちの出世作と言って、はい、いいんじゃないですかね、うん、一番そのスケジュール的にはもう殺人的なスケジュールをこなしながら、記憶がないです。そうですねその自分たちのそのスケジュールを噛み締める時間すらなかったというね、うん、もうやったらそれ振り返らず次のこと、そして振り返らず次のことっていうことをみんなで一丸となってやった時期で、2001年9月19日にリリースしてます。3ヶ月連続リリースとかありましたね。そう、遠くまで深い森ウィークウィーク、うん、とかね、そう、一月に1枚3ヶ月連続リリースっていうのが入ってるアルバムで、だからシングルをリリースするときはいつもこうインタビューやって、あ、その前に PV 撮ってインタビューしてテレビ出てって、この頃テレビ出てたから、出てましたね、結構ヒリヒリしてたね、ヒリヒリしてたねヒリヒリ、まあ殺伐としてだよね。そうですね、うん、まあなんかアルバムはすごくハッピーなレコードなんだけど、現場はやっぱり緊張感が常に、でも私これすっごい嬉しかったのは、109のあの広告あるじゃないですか、うん、あそこにこれがドーンってなって、あったあった、あー、わーいってなった、巨大なバントリコがあります、渋谷にね、ね、もうその当時、この頃はそれが出た頃は路上ライブ確かできなかったよね、そう、うん、もう警察から止められてやりたくてもできないような状態でね、できない状況で、うん、でもでっかくて、あの109にですよ、我々があったあった、ね、ドーンと出たのは、うん、いや、あれは嬉しかったね、うん、いや本当なんというか、ドラズインフィニティがこう急に株が上がっていた時のアルバムというか、まあ、だから皆さんに、ね、他は持ってなくてもこれを持ってるって人は非常に多いんじゃないかなっていう、皆さんに、多くの方に知っていただけた一枚じゃないかなと思います、うん、でこれを引っ提げたツアーもやったり、そうそう、しましたよ。そう、このディープフォレストに伴うツアーっていうのが2001年の秋やってるんだけど、ちゃんとあの券を発売してやるのは初めての渋谷公会堂の、あの公演が、うん、あったツアーで、うん、俺の記憶が正しければ前半に渋公2回 2days、ね、で中盤にまた渋港 2days って計4回渋港をねやったツアーでもあるんですよ、うん、まあ、せっかく今日リハーサルスタジオでねギターもあったりするんで、せっかくこれ1枚ピックアップしたんで、上からなんかね、どんな感じか1曲ずつね、なんか曲順、これはもう曲順決める時にね、タイトルがディープフォレストだから、うん、1曲目はこれしかないでしょって言って、そうだね、深い森になりましたね、なったね、うん、まあ、おかげさまでこの曲は犬夜叉のテーマソングになっていて、うん、だよね、うん、うん、なんかすごくそのアニメを好きな人も好んで聴いてくれたというかね、うん、エンディングになんか登場人物が
哀愁を帯びた顔で流れたエンディングテーマまだ覚えてるな、うん、本当ね、うん、すごいね、斬新なイントロだよね、はい、アコギのストロークだけで始まる。私いつか言ったかと思うんですけど、はいはい、あのじゃんかつかじゃーん、ドゥルルン、あーなるほどね、ドゥルルン、ドゥルルン、あのこのドゥルルンが好きなんですけど、あれはね、ボイシングが違くて、うん、これをチューニングを下げて弾いてるんで弦が柔らかくて、こういうね、これは今チューニング変わってないからあんまドローン感ないですけど、もっとこのブルーンってなる。じゃあこのレコーディングの時はそう違うボイシングで弾いてるんですね。本当はこのボイシングで弾きたいんだけど、あのいろいろ諸事情がありまして普通に弾いております。ね、そういう違いがこのアコースティックギターは出やすいというかね、うんうん、という感じです、ね、次遠くまで、遠くまで、遠くまではさっきのね、3ヶ月連続シングルリリースの第1弾、こ、うん、れで、ヴァンパイアハンター D という映画アニメ映画の主題歌を担当させてもらい、なぜか俺とバンちゃん戦いに行くみたいな。戦いに行く、戦だ戦だ。謎な PV なんだけどね。しかもあのリップシンクがない PV って初めてだったよ、ね。ああそうだね。そう。一応撮ったんだけど、当時監督の工藤さんに、はいカットしますって言われて、はい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 、せっかく撮ったけどっつって。横須賀の方でも撮った撮った。ああそうだ。それが米軍のキャンプ行ってね。そうそうそう。あとネギシも行ったんだよね。ネギ行った。もう超うちの実家のそばだよ。っていう感じでしたね。はい、うん、遠くまでね。アコギで弾くと雰囲気違うな、ね、ほんとなんか爽やかな曲でその PV とのギャップが面白いね、うん、ね、はいということです。次、ただいま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 忘れた。全然覚えてない俺。スロー、違うキーが違うもんな。スローモーションでか、うん、キーが違うな。あ、ちょっと流してもらおう。どっか行った。スローモーションでタラララララタラララララ、電車がそっと走り出す、滑り込む、滑り込む。でで違うな。でれれれれでれれれ、時も白い改札口で、タレラレ、なんか演歌になるな、俺歌うな。拳が回っちゃうね、なんか。タラリナリナリナイ。なるほど、いい曲だよね、これもね、うん。最近やってないからね、今度やりたいもんですね。そうですね。うん、とってもいい曲ですね。うん、俺これ演奏するのすごい好きですね。うん、うん、ただいま。はい。はい。次。次。ゲットユアセルフ。ゲットユアセルフ。俺これ好きなんだよね、うん、やろうよじゃん。曲がねすごくデモテープからデモがもっとね、なんていうかな、エアロスミスみたいな感じだったの。ギンギンのロックで、で俺ちょっと神谷さんに、ちょっと俺このギンギンのロックなんとかして、うん、ちょっとかゆい、かゆい、かゆいからなんとかしてくださいと。なんか似てるとかじゃなくて、そう似ててかゆかった。そしたら出来上がったアレンジがこれで、俺もうねこれはあの曲がこんな素晴らしく生まれ変わったと思って、カメラ聖女恐るべしってすごく思った曲なんですよ、うんうん、これやっぱメジャーセブンスの音がね、このこのこれに対してこの音が効果的に使われてるわけですよ。あ、かわいいんだ。そう、まあ不思議な雰囲気になるというかね。こうじゃなくて、じゃなくて、ちょっと切ない感じというか、透明感が出るというかね。すごい思い入れのある曲で、うん、このツアー以外はあんまりやってない曲だよね。うん、
うん、たまにやるね。たまにやるとね、意外と淡々としてる却下になっちゃったりする。そうね、なんか面白くないからやめようかなんて、ね、勝っちゃう曲があるんだよね。そうなんです、残念ながら。ただいまとゲッチャーセルフはいつかやりますね。あ、うん、